緩やかな円安、140円台から150円台に至る円安があれば、これは日本の景気に非常にプラスになります。ですから輸入イインフレのマイナス 効果を上回ることができます日本の経済非常にプラスですそれで株価も上がっていきます、うん、今の内閣が今の政権が適切な経済施策を取っておりませんけれどもにもかかわらず円安になれば日本経済の実力即時からが出てくるということですね期間論のプロパガンダに負けないでいきたいと思いますこれは日本の財政状況がボロボロだから円安になるという間違って説明している人がいますがそうでありません日本の国家としての財政状況は非常にバランスが取れておりますアメリカよりマシですということでこれは 金利その他の流れの中で今適切な日本経済の実力を表すような形で円安に向かっているのであって大変健全なことであると思いますこういういい円安が続けば日本の株価もますます上昇が見込めます